栃木県道33号小山環状線は栃木県小山市を通る県道である。小山市郊外を環状に結び主要道路をつないでいる。本路線はほぼ四角形に小山市の市街地を外周する道路である。重い川伊藤は市街地下の進展に伴い道路の整備も進んでいる。途中、高岳製作所の引っ込み線を踏切信号機で交差する地点も存在する。 一方で、西側は対面通行も困難な区間がある。特に戦況だった真中橋は大雨による重い川の増水により、たびたび通行止めとなるなど通行上のネックとなっていた。なお、真中橋は平成22年11月に永久橋と取付道路が完成し、戦況は現在通行不可となっている。途中南東部の小山市、人とのや、 続ぐの区間が分断されており、完全な環状線とはなっていない。なお、以前は、栃木県道269号、小山環状線であった。現在の路線は、旧栃木県道173号、萩島白鳥線、旧栃木県道74号、羽川栃木線、旧栃木県道214号、羽川福良線の各路線を合わせ環状の路線形成し、 主要地報道に昇格されたものである。重井川に架か,かる真中橋小山市下高塚付近、小山市西条南付近交差する道路の突起がない。ものは指導。ありがとうございます。